マヌエル・デ・オリベイラ・ゴメス・ダ・コスタは、ポルトガルの軍人、政治家、大統領。10歳の時にコレジオ・ミリタールへ入学、以降軍人の道を歩み始めた。アフリカやインド植民地における反乱鎮圧や、第一次世界大戦での活躍で大いにその名声を高めた。1926年のアルベス・ロサダス将軍の死後、 右翼過激派の後押しを受けて1926年5月28日クーデターをブラガで指揮、リスボンへ進軍して、クーデターを成功させた。クーデターの成功後、ゴメスはすぐに権力を握らず、大統領と首相の座を、リスボンでクーデターを指揮したジョゼメンデス・カベサダスに、委ねた。しかし革命派は、カベサダスの方針を第一共和制末期へ、対抗させるものとして、嫌い。 1926年6月17日、坂弁で開かれた会議においてゴメスは大統領と首相の座を壁サダすから奪った。しかし、同年7月9日、アントニオ・オスカル・カルモナによる新たなクーデターでゴメスはすべての権力を失い、この政権も短命に終わった。大統領と首相の座に就いたカルモナによってゴメスはポルトガル軍元帥に任じられたが、 後に、アゾレス諸島へ追放された。1927年9月に、ポルトガル本土へ帰還したが、貧困と孤独の中、リスボンで惨めな死を遂げた。ありがとうございます。